なんちゃってマックスリスク、入門30回目をやっていこうと思います。前回は、Emax を G-Baby で追いかけるというのを、やったんですが、内容がかなりグダグダになってしまったので、今回は、もう少し、短めに、わかりやすくやり直してみようかなと思いました。で、前回と同じように、まず G-Baby を起動します。G-Baby を起動するとこんな感じになります。これは前回と同じです。で、前回は、ミニバッファー入力。要するに、リードストリングを呼び出してそれを追いかけるというところをやりましたが、途中でプログラムから応答がありませんということで、デスクトップが固まってしまって、追いかけ方もちょっとまずかったというのもあって、かなり分かりにくかったんではないかなと思いました。で、今回は、そのミニバッファー系の、関数ではなくて、メイクスレッド、スレッドを起動するという関数がありますけども、それをやってみようかなと思いました。で、そのメイクスレッドにまず、ブレイクポイントをかけます。で、起動した Emacs から、メイクスレッドを起動します。これは何もしない関数を実行する。で、そうすると、メイクスレッドの C ソースのところに、来ます。で、これでも、プログラムが応答しないというウィンドウが出る可能性がありますが、その場合は、即強制終了します。強制終了しないと、デスクトップが固まる可能性があるので、強制終了します。で、それが出ないうちは、普通にデバッカーで追いかけることができるかなと思います。で、
コネクスレットという関数ですけども、これ順番に追いかけていくと、実際にスレッドを起動しているところがあります。はい、ここ、このシススレッドクリエイトという関数の中に入ります。で、ここをしばらく進んでいくと、p スレッドクリエイトを呼び出しているところ、ここですね。これが、Linux 上のスレッドを生成する関数です。で、この p スレッドクリエイトで実行しようとしている関数、このファンクという変数に設定されている関数は、このランスレッドという関数。で、このランスレッドにブレークポイントを書きます。で、コンティニューします。そうすると、ランスレッドに来ます。で、ここで、ニュースレッドクリエイトというふうに表示されていますが、ここで新しいスレッドが生成されました。で、今おそらく、その新しいスレッドを実行していると思われます。で、メイクスレッドっていうのはこういうふうに、動きますということが見てもらえたと思います。で、この中をさらに追いかけるということをやろうとすると、先ほど言ったようなプログラムが応答していないというようなウィンドウが出る可能性がありますので、この先はちょっともうコンティニューしてしまおうかなと思います。で、そうすると、コンティニューすると、この先ほど生成された新しいスレッドですね、このライトウェイトプロセスの9876という ID の、プロセスというかスレッドがエグジットしましたというふうに表示されます。でもこれはスレッドが終わったということを表しています。で、GDB で起動された EMAX 上も、もうすでにスレッドが終了して、で、メインスレッドのみになっています。で、こんな感じで、目的の、関数を GDB で追いかける。ということが、可能です。あまり細かくステップ実行していこうとすると、途中で、処理を見失ったり、わけがわからなくなったりします。なので、あらかじめある程度ソースを見ておいて、どの辺で何を確認するか決めた上で、追いかけてみるというやり方がいいかなと思います。
話は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。